はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今深夜2時ですね。私は今起きたところでございます。だいたいこの辺りからね、一日の活動がスタートします。さあ今日もね、価値観を大きく壊していく、そんな花や龍馬シリーズにしたいと思いますけども、まず金持ち喧嘩せずの意味なんですけども、これは私が解釈するに、他の人の解釈は違うと思いますけども、私が解釈するに、まあ、金持ちっていうのはお金のことではなくて、能力とかスキルとか人柄とかいろんなものを金持ち喧嘩せずの金持ちに入れ替えて考えてもいいんですけども、圧倒的に図抜けていると、要するに一等血を抜く存在になるとですね、もうすでに喧嘩にならないってことだと思うんですよ。例えば私がカンフーの達人になって、今日カンフーを始めたばかりの人と喧嘩になりますかね。もうすでにふっかけも来ないと思うんですよ。でものすごくね、マイク・タイソンみたいなね、ガタイのいい人がすごい眼光でこうやって歩いてたら、誰が喧嘩ふっかけますかね。ないと思うんですよね。やっぱりね、喧嘩になるってことはどういうことかっていうと、お互いにこいつになら勝てるかなっていうふうにお互いに思うからなんです。要するに力が拮抗してるからこそ喧嘩になるんですよね。五分五分だったり、四分六分だったり、7対3だったり、8対2だったり、9対1だから喧嘩起きるんですよ。10対0だったら、10っていう金持ちに対して0っていう人がね、仕掛けていきますかね。このぐらい人っていうのは、自分が利益を取れそうだ、自分が相手に勝てそうだと思ったら、要するに舐めてたらね、喧嘩を吹っかけていくんですよ。で、お互いにそう思ってるから、お互い同じレベルだから、喧嘩が始まるってことだと思うんですよね。さあそれでね、今度はメルカリの話ですけども、メルカリに詐欺があるっていうのは確かにそうなんですよ。私もメルカリの取引がね、かなり増えまして、相当増えましたね。もう何個か分かんないですけど、1万取引ぐらいになったんじゃないかなと思いますね、メルカリね。詐欺もありました、もちろん、でもその詐欺をね、どういうふうに使うかってことなんですよ。私の場合はメルカリで取引したところとか、メルカリで取引するそのリアルタイムなところを YouTube で放送したりとかします。例えばある時はですね、メルカリでそのベンチを買ったんですよ。あの筋トレに使うベンチを。だから5000円ぐらいで、故障があります、壊れてますっていう画像付きでやり取りしたんですけども、その中に、メッセージのやり取りがありますよね。まあ私は YouTube をやって生計を立ててるんですけども、まあ筋トレで YouTube とかをやりたいんで、もしね、壊れてるところがあったら、その壊れてるところがカメラに目立つようなところなのか、そうじゃないところかが知りたいですっていうふうな質問をしたんですよね。これは質問に答えてもらうのが主な趣旨ではなくて、私は YouTube をやってますよっていうふうなことを相手に伝えたくて言ったんですよ。その結果何が起きるかっていうと、取引が終わるまでに私の YouTube のチャンネル登録に、そのメルカリで取引してくださった方が登録してくれて、見ましたっていうふうにね、メッセージくれたんですよ。要するに私としては YouTube のファンを一人作ることに成功したんですよ。プラスもう一個の効果っていうのは、いい加減なものを送ったら私は YouTube で放送しますよっていうことなんですよね。で、結局詐欺みたいな商品が送られても、私にとってはね、ネタなんですよ。5000円騙された、1万円騙されたっていう感覚ではなくて、5000円で詐欺にかかったというネタを作れたなとかね、1万円で詐欺師の取材ができたなって考えてるんで、何の恨みつらみもないし、もちろんね、お金を失って、あ、なんかやられたなとは思うんですけども、じゃあネタに使おうかなと思って、それ以上に稼ぐということなんですよ。で、逆にね、私の取引でよかったなと思うんですよ。他の人だったら泣き寝入りですから、私の場合だったら泣き寝入りせずに笑い寝入りと言いますかね、これをネタに使おうかな、 YouTube のネタが増えたなと思うだけなんで、はっきり言ってメルカリで取引が成立しようが詐欺られようがどっちでもいいっていうところまで来てるんですよ。まあこれが10対0っていうことです。で、世の中にはね、騙しってあるんですよ。インチキあるんですよ。勘違いあるんですよ。誤解があるんですよ。それも込みでビジネスであり、それも込みで人生だと思うんですよね。自分の人生の上に嘘とか間違いとか行き違いとか誤解がないなんていうことを思ってるから、詐欺られたとかになっちゃうんですけども、詐欺をね、働く人は悪いですよ。でも自分の人生の上に詐欺はあるわけなんですよ、どう考えてもね。いや、詐欺じゃないにしてもね、気持ちの変化とか状況の変化っていうのは避けられないじゃないですか。じゃあですね、ある人と中学の時、恋をしました、付き合ってました。でも付き合っていくうちに、お互いに考えてることとかが見えてきたり、人生観が変わってきました。で、結局別れてしまいました。これ詐欺ですかね。出会った時はそんなはずじゃなかったのに、しばらく付き合ってみたら、こんなお互いの面が見えたんで嫌になっちゃいました。これ詐欺ですかね。違いますよね。状況の変化とかですよね。また自分の見え方の変化なんですよ。だから本当は恨みつらみはないはずなんですけども、なぜかね、恋愛の終わりっていうのは恨みで終わることもあるんですよ。これは不思議ですよね。
自分の希望通りにならなかったからといって怒るとかね、それ自分の希望通りになるようなことっていうのはそんなに多くないと思うんですよ。まあ、いちいち腹立ってもしょうがないんでね、うん、あ、自分の見る目がね、これで一つ超えたなと、一つプラスになったら勉強になったなと思えば、詐欺も詐欺ではないのかなと思うんですよね。もちろん繰り返しますけども、詐欺を仕掛けることを別に容認してるわけじゃないんですよ。ただ詐欺がこの世の中からなくならない限りは、自分も詐欺にかかったり騙されたりする可能性がメルカリだろうがアマゾンだろうが学校のクラスメートだろうがあるってことなんですよ。でそういうふうな認識や覚悟ができてないから、詐欺られたっていうね、叫んで人を指さして騙されたとか言って、そういう低レベルなことが起きるんですよね。だからね、騙されたとかね、あいつは嘘つきだとか未だに言ってるんですかってことですよ。小学生や中学生じゃないわけですからね。嘘つきは山ほどいて、その嘘つきと縁を持ったのは誰なんですかってことなんですよ。もちろん人ってのは全部が嘘じゃないんですよ。嘘つきでも本当にね、本当のことを言ってくれることとか役に立つことあるんですよ。だからそこだけを使えばいいんじゃないかなと思うんですけども、その嘘つきに対して、詐欺師に対して、詐欺る対象にしかならない自分をもうちょっと恨んだ方がいいかなっていうのが一歩進んだ考えかなと思います。繰り返しますけど、別に詐欺者をね、許せってことじゃないんですよ。それはそれで対処していかないといけないんですけども、騙されたという事実は変わらないし、自分が被害を受けたという事実は変わらないときに、被害者で終わっていいんですかってことなんですよ。だから被害を受けたんだったら、被害を受ける前以上に自分が大きく成長していく、プラスになっていけば、受けた被害も必要経費なんですよ、ね、人生ってのは怪我がつきもんですから、怪我をしたらどうしますか。かさぶた張って前よりも怪我をしないように警戒するように生きていけばいいんじゃないですかね。それしかないですよね。はい。で、なんか人を騙すのもビジネスだよって言ってる方、その方の言うことをじゃあね、ラストで肯定してみようかと思います。例えばね、AKB かなんか分かりませんけども、アイドルグループって言いますよね。恋愛禁止だと思うんですよ、表向きはね。でファンの方も彼氏がいないと思ってそのアイドルを応援するわけなんですよ。グッズとか買います、お金使いますよね。でも実際そうですかね。10代20代のとってもね、売れっ子な時期に女の子が恋愛をしないとか彼氏を作らないとかね、そういった人生を強要しといて、自分はあっちのアイドル、こっちのアイドル、近くの彼女っていう風にあっちこっち恋愛をしてるわけですよ、ファンの方は。でそれで騙されたってことになりますかね。うん、アイドルさんに彼氏がいても、それはそうだよね、しょうがないよねってなるんじゃないですか。でもそれって私たちを騙してることなんですかね。でキャバクラ行きました。キャバクラの女の子にキャストさんにいっぱいお金使いました、ボトルも入れました。でその人と真面目に恋愛してるんですかね、お客さんは。でキャストさんはお客さんに言った通りの言葉のまんま心を持ってるんですかね。そんな風に勘違いしているお客さんばかりなんですかね。キャバクラという空間の中で女の子の作ったストーリー、嘘か本当かわからないけども、その時間内で楽しませていただくと、そのファンタジーに自分を主人公としてチヤホヤしていただくという空間を自分が買いに来てるわけですよ。それは騙しではないと思います。じゃあ今度はジャニーズでもいいですよ。かっこいいヤマピーとかね、木村拓哉とかいます。最近の人は分からないですけども、嵐とかいますよね。ね、アイドル活動 100% で彼女を作ったりしないんですかね、この人たちは。女の子に恋をしてないんですかね。それは報じてないだけであって、やっぱり男一匹の人生ですから、10代20代いろんなことがあるでしょう。まあ恋もするでしょう。誰かに思いを寄せることもあるでしょう。周りは芸能人の女の子ばっかり、そりゃね、心も揺れるでしょう。一流の芸能人の女の子の前で恋をすることもあるでしょう。でもそういうの全くないと信じて応援してるんですかね、ジャニーズのかっこいい男の子たちを、ファンの女の子は。それに対してグッズを買ったりね、コンサート行ったりとかして騙されてるんですかね、これ。もっといけばですね、俳優女優全員演技してますよ。あれが本当の姿でしょうか。でも映画を見に行ったり、ファンになってなんかリサイタル行ったりとかね、お金突っ込んでますよね、多くの方が、多くのスポンサーが。これって詐欺ビジネスなんですかね。世の中のほとんどがビジネスで見せてる姿っていうのは本当のところもあれば嘘のところもあって、それを受け取った人がどう感じるかだと思うんですよ。まだ行きますよ。宇宙人、ノストラダムス、幽霊、心霊、占い、
これどうなんですかね、嘘なんでしょうか、その嘘で多くの人からお金を巻き上げているとんでもない人たちなんでしょうか。宇宙人の本、 UFO 関連の本、心霊の本売れてます。全部詐欺師ですか、これどうなんですかね。明らかに嘘を書いてるのか、それとも本当にそう思ってる人がそう書いてるのか、どうなんでしょうかね。ミスターマリック超魔術、あれどうなんですかね。手品じゃない超能力なんですかね。超能力と歌った手品なんですかね。これは詐欺師なんでしょうか。詐欺罪が成立するんでしょうか。ちょっとね、自分の責任で考えないといけないですよね。自分が勘違いしたことを勘違いと認めずに、勘違いさせた方が悪いと、そういうふうに言い続けてどうなったんでしょうか。お金持ちになりましたか、自由になりましたか、幸せになりましたか。騙されたって言ってる人が幸せですかね。いや、こういうこともあるよねと、まあ、でもそういうのも込みで人生だからねって、大丈夫大丈夫と。そんなことにね、騙されたり勘違いしたことにダメージを受けない人どうですかね。いちいちへこんでる人よりは随分幸せなんじゃないですかね、うん、ということでね、情報ってのは嘘か本当か人によっても変わります。時代によっても変わるんで分かんないですよ。受け取った人がどう解釈するか、情報を受け取った人がどうそれを使っていくか、それにつきます。情報の使い方が下手な人はいちいち詐欺だとかね、裏付けはとかソースだとか言い出すんですよ、うん、ね、世の中の情報ね、もう白いものを黒と言われれば黒だと思ってやっていきゃいいんですよ、うん、どう見ても黒なんだけども赤と解釈しようと思ってその道を作っていけば勝者になれるわけですよ。でまたね、もう一個付け加えましょうか。いじめについてです。いじめは私も良くないと思います。でいじめられないためにものすごいね、もう喧嘩強くなりました。もう口も上手になりました。でも誰もねビビってね近寄ってこないです。いじめなんて絶対されないです。どうですかね。もうちょっと話進みましょうか。まあ古い話ですけど、番長になりました。誰にもいじめられませんね。睨みを聞かして番長がねこうやってるから、もうねこういうね取り巻きもついてきます。もう手下も増えました。大きな組織作りました。どうですかね、番長の気持ち。番長は普段チヤホヤされて誰にもいじめられません。番長番長菓子パン買ってきました、チヤホヤされます。それってどうなんですかね。これっていじめられてない状態なんでしょうか。番長は怖いからみんなへいこらしてるだけで、番長の人柄や魅力に人がついてきてるのとは違うと思うんですよ。つまり番長は孤独です。無視されてるのは一緒です。みんな本心を明かさないんですよ。あの番長はちょっと力が強いからって偉そうにしやがってよって誰も言いません。心の中で思ってるんですよ、ね、だから必要以上に近づいてこない。近づいてくるとしたら番長のその睨みとか威厳を使おうと利用しようとしているずるい人ばかりです。番長の人格には興味がない人ばかりですよ。これっていじめなんじゃないですかねっていう見方もできるんですよ。さあどうですかね、今回の動画、最初見る前と今もう終わっていきますけども、見終わった後とちょっと考え方が変わったんじゃないですかね、こういうふうなことを日々毎日1秒1秒やってるのが、まあ私の頭の中でございます。ヘリクスと言ってもいいですけどね。それでは行ってらっしゃい。